勘違いから生まれた悲劇、家康の祖父松平清康が暗殺された、森山崩れ。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、森山崩れについて紹介していこうと思います。森山崩れは徳川家康の祖父である松平清康が暗殺された事件です。英明の誉れ高かった若き松平氏の当主があっけなく殺害されてしまうという事件は世間を震撼させました。しかもそのきっかけは家臣の勘違いから始まったというのです。この事件、一体どういうものだったのか、じっくりと解説していきたいと思います。森山崩れとはどんな事件？森山崩れは天文4年12月5日1535年12月29日の未明、松平清康が尾張に出陣した際に森山の陣中で家臣の阿部正豊によって殺害された事件です。清康はまだ25歳の若さでした。松平清康は徳川家康の祖父にあたる人物、その息子で家康の父である松平広忠もまた若くして亡くなりました。暗殺説もあり、家康は祖父と父を暗殺によって失ったことになります。若き名君松平清康。松平氏は室町幕府に仕えた伊勢氏に従っていました。伊勢氏や官吏細川政元による名王の政変により、足利義稙が廃されて将軍が足利義澄となると、松平氏もまた足利義澄側の立場を取ることとなります。その一方で今川氏は足利義稙側につき、松平と今川は対立する関係となっていました。松平清康は13歳で家督を継ぎます。というのも、父である松平信忠は主としての器量に欠けており、武勇、情愛、慈悲のいずれもが備わっていなかったとまで言われており、当然家中をまとめることができず、人心は離れていく一方だったのです。このため祖父松平長親や家臣団によって隠居に追い込まれ、清康が家督を継ぐことになったというわけなんですよ。清康は父とは違い文武に優れた人物で、少年と呼べる自分から指導力を発揮していきました。次々と近隣勢力を攻めて降伏させ、ついには三河をほぼ手中に収めたのです。そして尾張の織田氏と駿河の今川氏との間にあって、両者の対抗馬となりうる存在にまで成長しました。尾張進出を決断する清康。当然松平氏の成長は今川氏にとっては脅威となります。しかしこの頃、今川氏親が亡くなり、氏輝が後を継いだものの、まだ若年でした。これは三河からさらに勢力拡大を図る清康にとっては好都合。そして彼は尾張へと目を向けました。当時の尾張は織田信秀の勢力下となっていましたが、信秀は美濃の斎藤道三に手こずっており、清康が攻め込むには絶好の機会と思われたのです。こうして清康は尾張への勢力拡大を実行に移すことを決断しました。ちょうど都合のいいことに、信秀の弟織田信光が内容を打診してきていたことも彼の背中を押したようです。しかし家臣の中にはその内容に懸念を示す者もおり、清康を止めようとしたと伝わっています。それにはちゃんとした理由がありました。松平氏の家督を狙う叔父の暗躍。実は松平氏の内部にも内紛の火種はくすぶっていたのです。清康の叔父松平信貞はもともと家督を狙っている存在でした。兄信忠よりも頭の切れる人物だった彼は、
父である長近からも次の家督を譲ろうかと考えられていたこともあったようです。そんなこともあってか、信貞の家は決して清康に全面服従している立場ではなく、いつ裏切るとも知れない存在でした。そんな信貞の妻はなんと織田信秀の妹、そして内容を打診してきた織田信光の妻は信貞の娘だったのです。怪しい匂いがプンプンしますよね。これなら清康の家臣が反対するのも当然です。しかし清康は家臣の反対を押し切り、織田信秀の隙につけ込むため尾張への出兵を決行したのでした。清康暗殺、森山崩れの勃発。天文4年12月3日、清康は兵を率いて岡崎城を出立します。そして4日には森山の地に着陣し、戦闘準備を整えていました。しかし翌5日の未明、突然陣中で綱が切れた馬が暴れ出すという騒ぎが起きます。この騒ぎの中、清康の背後に迫る者がいました。殺気を感じた彼が振り返る間もなく、暗殺者の刃は彼に振り下ろされたのです。あっけなく清康は絶命し、さらに陣中は大騒ぎとなりました。これが森山崩れです。清康を斬殺したのは家臣である阿部正豊でした。ただ駆けつけた上村氏明により、正豊はその場で討ち取られます。一説には小枝目に遺体を投げ入れられたとも伝わっています。一体なぜ正豊は主君である清康に刃を向けたのでしょうか。清康殺害の理由。正豊が清康を殺害したのには父阿部定義について回った噂にありました。定義にはかねてから謀反をするのではないかという噂が立っていたのです。実はこの噂の出所は、松平本家に従わない清康の叔父信貞が流したとも言われています。しかし清康はこの噂を信じていませんでした。それでも家臣たちから定義を疑う雰囲気は払拭できず、定義は息子の正豊に対し、もし自分が謀反を疑われて殺されるようなことがあれば、これを殿に見せ無実だと証明してほしいと、謀反など決して考えていないという旨の誓書を託したのです。こんなことがあったため、正豊はいつ父が誅殺されるかとビクビクしながら過ごしていました。そんな中で陣中で馬が暴れる騒ぎが起き、てっきり父が切られたと思い込んだ彼は頭に血が上り、清康の元に向かい、いきなり切りつけたというわけなのです。なんという勘違いでしょうか。もう少しだけ正豊が冷静に状況を見極めていたらと思うと残念でなりません。森山崩れの後はどうなったのか。森山崩れにより将来を嘱望された英明な若き主を失った松平氏は大きなダメージを受けました。清康の後を継いだのは息子の広忠でしたが、まだ若年だったこともあり、織田信秀に攻められた上に大叔父である信貞が岡崎城に入ったことで追放されてしまうのです。ただこの広忠を救ったのがなんと阿部定義でした。彼は息子の大それた行為に責任を取って自害しようとしたのですが、広忠に止められ、そのまま家臣として使い続けていたのです。定義は広忠をかくまい伊勢へと逃れ、かつて敵対していた今川氏の支援を取り付けました。今川氏は花倉の乱の後に今川義元に代替わりしており、方針を転換したのです。そして広忠は岡崎城に復帰し、定義は大きな貢献を果たすこととなりました。しかし広忠は依然として織田氏の脅威にさらされます。その上、岡崎城復帰の際に力を貸してくれた叔父松平信孝が牽制を強めて家臣団と対立し、結局織田方へと走ってしまうという事態も起きていました。こんな状況であったため、
広忠は息子の竹千代を今川氏に人質として差し出し、援護を受けることになったのです。そんな広忠も天文18年1549年に24歳の若さで死去。病死説や暗殺説など、その死については様々な説が飛び交いますが、暗殺説では彼を殺した岩松八也を安倍政豊を仕留めた上村氏明が討ち取ったとも伝わっています。そして幼い竹千代は今川での人質時代を過ごし、成長して徳川家康となるわけですね。まとめ1、森山崩れは松平清康が家臣の安倍政豊によって陣中で殺される事件だった。2、清康は文武に優れた名君で、三河をほぼ掌握するまでに勢力を拡大した。3、叔父松平信貞は清康に完全に服従せず、獅子心中の無視的な存在だった。4、尾張への進出を狙った清康は織田信秀が斎藤道三と対峙している隙を狙うことにした。5、森山へと出兵した清康だが、馬が暴れる騒ぎの中で安倍政豊に殺害された。6、政豊はかねてから謀反の噂を立てられていた父が殺害されたと思い込み、清康を暗殺した。7、森山崩れの後、松平広忠の時代は織田と今川の間で生き延びることに苦労し、松平氏は苦難の時を迎える。森山崩れは安倍政豊の盛大な勘違いによって起きた不幸な事件でした。彼の父安倍貞義がその後松平広忠を懸命に守ったことから考えても、貞義の謀反の噂は噂でしかなかったと考えられます。もし清康が暗殺されていなかったら、広忠や家康の運命はかなり違っていたかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。